はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはらです。今日はこちらですね。うん、レゴスターウォーズのファーストオーダースペシャルフォースズタイファイターです。こちらですね、スターウォーズエピソード7フォースの覚醒に新しく登場するタイファイターとね、うん、これまでのタイファイターとちょっと違う。そうだね、全体的に黒くなってて、なんかね、赤いんだよね、こういうところね、うん、ちょっと違いますね。うん、うん、ちょっと見せてもらう。こちらのセットにはですね、ミニフィグが4つ入ってますね、うん、ファーストオーダーオフィサーでしょ、うん、ファーストオーダークルーでしょ、うん、そしてファーストオーダータイファイターパイロット、これが2つあるんだけど、ここ破れちゃったね、うん、値札がついてて、取ったら破れちゃいました、はい、フィンが乗るタイファイターと同じだと思うんだけど、フィンついてればよかったなと思ったんだけどね、あ、そこついてないからちょっと残念ですね、うん、では早速開けていきましょう。はい、袋的には4袋、説明書が1冊入ってますね、ステッカーも入ってるね、はい、はい、では早速組み立てていきましょう。しょーい。はい、ということで完成しました。こちらがファーストオーダースペシャルフォースズタイファイターですね。はい、はい、かっこいいね。うん、かっこいい、すごいかっこいい。初めてタイファイター作ったけど、うん、なかなかいいね。うん、うん、はい、こちらにはですね、ファーストオーダータイファイターパイロット、これが2人ついてますね。はい、なぜ2人ついてるかは後で説明します。はい、そしてこちらがファーストオーダークルーだね。はい、このヘルメットがすごくかっこいいね。うん、ね、すごくかっこいいんだけど、前が見えんのか。そう、 前ね、見えないよね、これね、うん。そしてこちらがファーストオーダーオフィサーですね。はい、この人はちょっと色が黒いね、うん、この赤のアクセントがすごくいいね、うん、はい、こんな感じです、はい、で前が開くようになってますね、はい、ここからパイロットが1人乗れます、うん、操縦桿を下ろせるんだな。でここから乗れるね、うん、乗せてみてください。あ、乗りましたね、はい、そしたらこれ閉めるでしょ、はい、で今度反対側だ、反対側、反対側にはですね、なんと入り口があって、ここにも操縦桿があるんだよね、うん、このファーストオーダータイファイターは前後乗れるみたいだね、うん、今までタイファイターって多分ね、一人乗りだと思うんだけど、あ、うん、ここちょっと違うね、うん、そしてなんと天井も開くようになってんだね、ここね、うん、はい、ここから脱出することもできますね、うん、はい、そして、最近のスターウォーズではおなじみのスプリングローデッドシューター、ここについてますね、うん、一回飛ばしてみようか、いくよ、うー、結構な勢い、もう一発いきます、はい、おー、結構な勢い。ちなみにここにアンテナがついてますね、はい、はい、先日作りました、これ、はい、ポーの X ウィングファイター、はい、おー、いいね、これでこう戦えるわけだ、おー、いいじゃん、いいね、すごい、じゃあ A ちゃん X ウィング、パパタイファイターでちょっと戦ってみる。ふぅー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 。昔のね、タイファイターはね、シールドがなかったんだよ。ああ、 X ウィングはシールドだったけど、ファーストオーダータイファイターはどうなんだろう、シールドあるのかな。今一発食らって落ちちゃったけどね。はい、ということで今回はレゴスターウォーズファーストオーダースペシャルフォースズタイファイターでした。はい、ということで今日の動画はですね、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をはい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、スターウォーズ関連はまだまだ残ってますのでやりますよ。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ちょっと今日パパはダメだ、カミカミだった、あ、うん、すいませんでした。ということで今回は以上でございます。バイバイ。